もしもし。伊達だ、キリュウ。手が空いたら、またハーバーライトに来てくれるか。ああ、わかった。そうするよ。なんだ、どうかしたか。ああ、いや、さすがに今回は先に行っておいた方がいいだろうな。あのよ、キリュウ。狭山がこっち来てんな。カオルが？ああ、さっき連絡があったんだ。どうだ？さすがのお前も悩むか。でも来た方がいい。あいつだって同じ視線くぐった戦友だろ。元気してるかぐらい確かめに来いよ。ああ、そうだな。いきなりの話で悪かったな。こっちも急な話だったんだ。勘弁してくれ。いや、わざわざすまない。じゃあ待ってるぜ。おう、来たな、キリュウ。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、じゃあ行くか。お前、狭山とはいつぶりだ？俺が沖縄に移住して以来だな。だから、15年ぶりじゃ済まないか。狭山カオル、出会ったのは確か2006年。もう17年前になるか。当時は府警の捜査4課、泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは登場会に関わるある事件をきっかけに出会った。そしてバグダンのカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か、そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たから、お話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ狭山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな、すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バカ。ほれ、これ使え。捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ？あさってにはもう。タミオさんは元気にしてるのか？ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか、今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。ああ、あの時は驚かせちまって悪かったな。いえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。
あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬、黒幕論者。います、います。桐生一馬はまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。バカみたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってない奴ほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ、少年課に異動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい、実は大解散がきっかけなんです。大解散が。はい、大解散の後堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ、カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。彼らが後始末をするなら私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけどやりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。一途でいい女だと思いません？あのな、佐山、実は。いいんだ、伊達さん。うん、いいんだ。うん、どうしたんですか？いや、まったくだ。ほんと、あいつにはもったいねえ。ありがとな、伊達さん。俺は思ったよりも過保問だったらしい。まったくだ、この色男が。佐山には本当に伝えなくてよかったのか。ああ、何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上俺はいない方がいい。東上界四代目の辛いところか。けどよ、桐生。うん？何度でも言うぜ、お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前そういうことを言うか。悪い、冗談だ。
ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう、そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。Right.